シャキンゲキャジットの時間になってもらいました。ということでですね、本日ですね、僕ね、よくほら、まあ、次の動画見ても、目をもらったらわかると思うんですけど、鼻血出てたじゃないですか。その鼻血が出たせいで、ちょっと、白血病か何かの病気の疑いかと、自分で心で感じまして、病院へ行きました。で、病院行ったんですけど、まあ、結果、出ました。なんと、僕は白血病ではありました、ありませんでした。はい。ということです。ということで、なんか、その、元からの鼻の粘膜が弱いっていう体質で、なんつうだろう。やっぱ大人になったら、粘膜って硬くなるもんなんですけど、僕の場合はちょっとそれが遅いって、成長が遅いって言われたんです。だから、まあ、それでも出血するのはしゃあないから、今日粘膜をなんと焼きました。焼いて、ずっしー、プシャン、やっちゃいました。なんで、鼻血は多分当分出ないと思うんで、まあ僕は安心です。耳がね、ガサガサするって書いたんですよ。で、なんでそれ書いたかっていうとですね、僕、なんと、耳くそを今日、耳鼻科でほじってもらいました。で、なんでほじったかっていうと、それほじることによって、音楽の聞こえ方、イヤホンで聞こえ方が変わると、そう耳にしたので、ピンセットとスコープでほじってもらったんですよ。そしたら、めっちゃなっけー、これぐらいの耳墓が、耳かきが、耳くそが出てきて、すっげー驚愕して、本当気持ちよかった。はい。それまでにしてくれたのが、やっぱりその自分に連れてってくれた親に感謝や。ああ、はい、そうです。ここまでするのはですね、やっぱ親がね、僕を自分が連れてってくれたことによって始まったストーリーなんで、本当感謝します。にしても気持ちよかった。